うさいです。おはようございます。ちょっと待って、おはよう、おはようございます。おはみたん、おはみたんおはようございます。おはよう。おはようございます。みなさん、おはよう、おはようございます。あ、あのりんごちゃん、くま、ありがとう。くまさん、ありがとうございます。ありがとう。おはようございます。はい、ヨーグルト。はい、あのね、皆さん見てくれましたか？あのですね、まだ見てないよって方はぜひアミタンランドを見てください。はい、よろしくお願いします。そして今週中1週間以内なら、まあ受け付けるので、皆さん出遅れた方はコメントお願いします。お願いします。ちょっと後ろずらします。 OK。 おはようございます。おはよう。ルームスのバレンタイン企画ありがとうね。ありがとうございます。そうですね、昨日あのね、これなんかとそう、あのね、昨日の結構夜にあげたので、まあ夜って言ってもそんな夜じゃないかもしれないけど、なのでまだ見てない方は見てください。お願いします。あとはそれの、まあ、なんか感想みたいなのアクティビティに書いてくださったら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。なんかさ、前髪なんか基本もそんなやってないんですよ。だから邪魔、ちょっと。おはてぃ、おはてぃ、最高のプレゼントだ、ありがとう、ありがとうございます。おはようございます。おはよう。たくさんの人にお礼を伝えられてよかったですね。ね、あんまりなんかね、機会がないとね、機会、こういう機会、なんていうんですか、バレンタインとかさあるとやりやすいですよね。ありがとうございます。皆さん泣きながら何回も見ましたって、え、ありがとうございます。ルームスコメントしたありがとう。あの、返せたらぼちぼち返そうと思うので待っててください。のみたん、学校いつまでなの？え、いつなんやろ。あとな、2週間ぐらいで期末テストがあるらしい。でもな、分からんな、いつ終わるか。あ、あの、昨日ね、友達とね、お菓子交換してきました。美味しかったなんかさ、バレンタインって一気に太りますよね、いっぱい食べるから。だから海はちょっとずつ食べていきます。まず海の食べ方は、手作りの人から食べていきます。賞味期限が短いので。で、市販のやつは、まあ、最後の方にも食べたりしますね。のみたんの動画のおかげで仕事頑張れて、ありがとう、ありがとう、頑張ってね。これからみちゃんのこと応援するね、ありがとうございます。かーくん、ありがとう、よろしくお願いします。のみたんクラブですありがとう。おはようございます。待って、一旦ギフト読みたいですね。継続は力なりさん、コスモライトさん、リンゴちゃん、コディさん、マボさん、鉄メガネさん、マフミさん、マンジューロさん、アイマールさん、ベリマユさん、マサヤカさん、カヨちゃん、ムーチョさん、ピロピロさん、オウミさん、サンキュー PM さん、DJ さん、日高浩二さん、ナチュラルさん、ひろゆきさん、リンゴちゃん、コスモライトさん、オウミさん、チャーハン部入部希望さん、リカちゃん、ソルさん、鉄メガネさん、リンゴちゃん、リカちゃん、テイテイさん、まさやかさん、ハットさん、SIC さん、テイテイさん、カニさん、オウミさん、鉄メガネさん、シジマールさん、
リンゴちゃん、ミッシャン、ミッシャン、ベリマヨさん、コニタン、マボさん、ありがとう、ギュート。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。アイさん、昨日は素敵なバレンタインプレゼントありがとう。こちらこそです。いつもありがとう。一応いっぱい持っていくって言ってたけど、配ったのが、そう、なんかね、放課後に渡したんですけど、なんかね、あのね、まあ、結構みんな渡すさ、場所とか一緒やんか。だから、まあ、ね、きっとってなって、まあ、持ってって正解でした。あのね、仲いい、まあ最近、ちょっと、仲いいメンツがいるじゃないですか、いつメンみたいな。それと別に、まあ、同じクラスなんですけど、まあまあ、喋る子にはもらいました。はい。どれくらいチョコもらえたなって、分からへん、どれくらいやろ。まず、あみね、仲いい子がね、4人組なんですよ。あの、まあ、5人組なんですけど、今4人組で、その子がなんか部活で、忙しいから部活の方に行ってて、まあ、今は4人組なんですけど、5人組なんですよ、元は。だから、で、アミを抜いて4人で、あとはね、そのクラスの子とちょっと交換した。10個は交換したと思う。わからん、気持ち的に。わからんけども。まあ、そんな気がしてる、勝手に。はい、わからないです。私の前のおげみたいに顔を覚えてもらうことですお願いします。あの名前と顔がね、なかなかね、あのね、一致しないんですよ。なんか例えば、あの、この日行くね、この日行くねって言ってもらって、企業でも探すんですよ、アミも。そしたらなんかね、ちょっとね、あのね、ちょっとファンは申し訳ないんですけど、わかんないんですよ。あの、なんかその一致しないんですよ。合ってなかったらやばいなっていう風に思ってるので、皆さんぜひよければ劇場に来た時は、あの、名前を教えてほしいなと思います。お願いします。学校に持ってても大丈夫だな。あ、放課後にね、交換しました。公園とかでやりましたよ。はい。春休み入ったけど、あみたいな配信見るために頑張って起きてるって、ありがとう。そんな嬉しいですね。ありがとう。おはよう。バレンタインのプレゼント本当に嬉しかったか、ほうにしませて、ありがとう。ありがとうございます。うん、ありがとうございます、皆さん。リンゴちゃん、なんかハートにいっぱい書いてるやつ、ありがとう。ありがとう。おはよう。ハブされているのって何がハブされているの？あ、学校の友達ですか？あのね、その子が今ね、そう、あのね、部活に入ってて、アミ帰宅部なんですけどね、アミ仲いい子みんな帰宅部なんですよ。で、その子だけ部活に入ってて、今部活がめっちゃ忙しいらしくてね、なんかこっちのグループに乗ったら部活で話についていけないからって言って部活に行ってます。おはよう。お見送りの時名前言わせてて、よろしくお願いします。お願いします。乗ってます。チョコ食べるのいくらあるのって、あのね、あったんですけど、まあ昨日食べました。え、違う、市販は食べてないんです、まだ。
もらった市販にはまだ1個ぐらいしか手つけてないんですけど、でも自分で作ったチョコはまだ食べてないです。全然自分で作ったのは食べてないけど、人からもらったやつはもう食べました。はい、食べましたよ。美味しかったですね。握手会で早く会いに行きたいわ。待ってます。ありがとう。お見送り玉上の恥ずかしい。あ、じゃあ名札つけてくださいお願いします。あのもう一回でも多分ちゃんとあのなったら、一回だけでも皆さんに会えれば覚えられるはずなんで、名前も教えてくださったらお願いします。おはよう。おはようございます。待って、一回言うと読みますね。たまりまくってるんで。どこから読んでないっけな。多分どこやろう。でもな、一番初めに継続は力ないさんを読んだんですけどね。あ、そっか、ギフト消えてくからか。どこやろう。あ、待って、わかったかも。分からへん。待って、どこやろう。なんとなく読みますね。ここや。まさやかさん、ハスキーさん、りんごちゃん、あんなちゃん、コスモライトさん、オレンジさん、たかひでさん、まゆさん、はなちゃん、ピロピロさん、おうみさん、りんごちゃん、クレイジービートさん、ちゃんしもさん、てっちゃん、ナチュラルさん、ジョエルさん、鉄メガネさん、コスモライトさん、おうみさん、てっちゃん、ジジマールさん。あのね、あみね、最近ね、ちょっとだけ目が悪いからコンタクト入れ始めたんですよ。わかりますか。だからもうめっちゃ見えてますよ。ジジマールさん、コスモライトさん、リンゴちゃん、ヨエルさん、ハナちゃん、ピロピロさん、イデアンさん、ゴリックマさん、ナチュラルさん、リンゴちゃん、まさやかさん、オウミさん、マキマキちゃん、ナチュラルさん、ありがとう。ありがとうございます。会社行ってきますやって。頑張ってね。頑張れ。アミはなんかね、今日、学校の授業でね、なんか、学年で集まって、なんか遊ぶなんていうの、遊ぶらしいです。はい。ありがとうございます。遊ぶらしいですよ。なんかね、ジェスチャーゲームをするって言ってた。みたいなコンタクト入れてた。でも最近なんですよ、ほんまに。めっちゃ最近ですよ。これだって3回目ぐらいもんつけんの、まだ。まだ、そんなわけでーす、実は。服装の特徴とか伝えたら分かるのかな。あ、分かるで。あ、じゃあ、でもな、来る前に教えてほしいです。じゃあ来る前に、明日は黒のトレーナーで行きますみたいな、お願いします。でもな、そうさん、話が戻るんですけども、なんか言うのポツ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 言って申し訳ないんですけど、これまだ3回目なんですけどね、もうみんなすぐ入れれるようになったんですよ。なんかさ、みさ、ちっちゃい頃めっちゃ怖い遊びをしてて、ほんま、なんかね、プールを習ってた時期があったんですよ、み。そう、プールを習ってた時期があったんですけど、その時に、ね、なんか目を洗うみたいなのがあって、こうやってやってた。目ん玉を触ってたんですよ。めっちゃ怖くないですか。よくできましたね、みたいな。なんかジェスチャーしてみてやって。なんやろう。でもなん、どういう話題が出るんかわからんですよね、そういうのって。なんやろう。じゃあ、見えますか、こんな感じ。体はないと思ってな、顔とこれだけ。
なんかこんな感じちゃう。あ、めっちゃ似てるで。わかりますか？わかりましたか？あのなんか今日それでな、そのなんか学年のねあれがあるから、なんか説明するために早く学校に来てって言われててですね、ちょっとそろそろ終わりないといけないんですよ。まず今日の1位は、あ、1位見られへんな。りんごちゃん。はい、りんごちゃん何書きますか？何か分かったですかこれ？わかりますか？正解はダカ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 ダラダダン。あ、じゃあヒント出しておきます。ヒントは果物です。果物。わかりましたか？もうこれで。僕は目からコンタクトつけたことないから目に入れるのは怖い。なんかな、これでそれでなんかね、アミのコンタクトの種類がめっちゃなんかでかいやつらしくって、めっちゃもともと入りにくいよって言われてたんですけどね。でなんかゴロゴロするかもしれないけど、まあつけてねって言われてたんですけどね。なんか普段からなんやろ、まつげがねよく目の中に入ってて、だからなんかな、普段からゴロゴロしてたからなんか変わらないんですよね、つけても。そんなでもなんか松葉したおかげでな、中にまつげ入らんくなった。でも逆まつげとかではないんですよ。ただま、なんかさ、目とかこすってたらさ、まつげが抜けてさ、こうやって中に入るってだけですから。パイナップルって正解です。わかった、やっぱり。え、わかるよな、みんな。ジェスチャーの仕方が良かったんかもしれない。はい、リンゴちゃん、なんか着てるかな。アバターでお願いしますやって、オッケー。アバター書きます。おー、かわいいな。なんでパイナップルにしたかというと、また頭の中で飲みすぎて、もう頭がパイナップルが流れたからです。なんか別にあれね、なんかあれ一部分だけめっちゃ残るんですけど、わかりますか？めっちゃなんか中毒性ある曲ですよね。だからなんかめっちゃずっと頭の中で流れてた。今です、今。なんかさ、これって猫か犬かわかんないですよね、このアバター、この子。なんかね、耳は猫やし、尻尾も猫なんですよ。だけどなんか見た目がさ、黒と白ってめっちゃパンダじゃないですか。どっちなんやろ。かけちゃいました。はい、できた。じゃんじゃじゃん、入ってきた。でかく描きすぎた今日、逆に。いつもな、ちっちゃく真ん中にドンやのに、なんか日によって違いすぎるんですよね、波って。こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。なんかごめん、むっちゃ。はい、ありがとう、ありがとうございます。みんな、なんか笑ったら目がくちゃってなるんですよ、ここが。目になんか集まってくる肉が。肉、皮。じゃあ行きたいと思います。13位、てっちゃん、ありがとうございます。12位、日高浩二さん、ありがとうございます。11位、ムーチョさん、ありがとうございます。10位、チャンシモさん、ありがとうございます。9位、ベリムーンさん、ありがとうございます。8位、つめがねさん、ありがとうございます。7位、テイテイさん、ありがとうございます。6位、シジマールさん、ありがとうございます。5位、マフミさん、ありがとうございます。4位、マキマキちゃん、ありがとうございます。3位、オウミさん、ありがとうございます。2位、コスモライトさん、ありがとうございます。1位は
じゃが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 じゃ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 ん。りんごちゃんでした。ありがとうございました。はい、皆さん今日も朝からありがとうございました。ということで皆さん、お仕事とか学校とか頑張ってください。アミディアンランドで待ってます。待ってます。はい。あ、なんかすごい888っていうギフトがあるんや。ありがとうございます。じゃあ終わりたいと思います。また明日ね。バイバイ。せーの、りんごちゃん、ありがとう。またね。ありがとうございました。またね。また明日ね。バイバイ。バイバイ。アミは今から朝ごはんを食べたいと思います。バイバイ。